皆さんこんにちは。こんにちは。さあ、今日もお二人で、聞いていきましょう。じゃあ4月8日の、有明アリーナ。これ調べたらアリーナです。アリーナですね。これを調べたらと狭くなっちゃう。あ、そうですね。間違いない。はい。はい、こちら聞いていきましょう。はい。じゃあ、ワッシュ。ワッシュ。よいしょ。こんにちは。こんにちは。よいしょ。わしさ、皆さん、花粉症どうですか？めちゃくちゃ今、この時間帯やばいっす、マジで。いや、はい、僕、はい、名古屋に来るまで花粉症なかったんですけど、はい、こっち来たら、あ、なりました。なりましたね。あ、飛び方が違うというか、何なんだろうね。すごい飛んでます、ビュー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 。本当に。ね、風強い。僕、今日、経絡来てからなんか目かゆい。目かゆいっす。僕が飛ばすのみたいですね。なんか、花粉つけて飛ばすの。そうですね。歩く飛沫みたいな。いい出から来るんで、やっぱり、はい。はい、今日、お二人にね、ちょっとまた来ていただきたいのは。よいしょ。よいしょ。4月8日の、那須川天心、ね、デビュー戦を含めた、ことがあるんですが、多分メインでやる試合だと思ったんですけど、ケンシロウ選手のね、対戦相手。ケンシロウ選手。はい。ゴンザレス選手がね、プラズマ。プラズマでした。はい。ね、肺炎で、これ、しまったということで、急遽防衛戦、当日戦じゃなくて防衛戦に変更になりました、ね。これは2団体。2団体ですね。おお、じゃあ勝ったら2個ベルトが。すごい。そうですね。そらすごいですわね。で、たまたま、なんかスパーリングパートナーで来日をしてたっていうあれもあって、そういうところで、割と試合決定がね、すんなり決まったみたいなんですけど、ニュースを見て。たらぼたもんですね、相手からしたら。そうですね。そうだよね。まあでも、ケンシロウ選手ね、多分、ジュニアフライで今一番強い選手だと思うので、まあ、その選手を攻略するっていうのはね、かなり難易度高いんですが、勝てば、その、ケイジさんがおっしゃったようにね、もう2つタイトルが入る。でもその、選手変わったのって何ヶ月前でしたっけ？どれくらいだろう。研究。1ヶ月半ぐらいじゃないですか。ああ、研究されてますね、じゃあ。ですね。はい、そうですね。で、日本にいたっていう、あれもね、あるので。なるほど。だから、ウェイトの調整だけじゃないですかね。ああ、そうですね。本来フライ級らしいんですよ。ああ。だから、それを今回、1回級下げるんで、ジュニアで。ああ。ちょっとその辺のね、調整のあれはあるかもしれないんですが、ちょっと今回の対戦相手もね、強敵ですね。なかなか、評判がいいので、ちょっとこの辺をね、切っていきましょうか。はい。はい、よいしょ。では、これです！ジュニアフライ級のね、はい、3団体統一戦が、急遽 WBA と WBC か、はい、の2団体防衛戦、ケンシロウ選手の、ね、防衛戦に変わりまして、今回ですね、急遽挑戦者が WBA のフライ級の2でランキングされているアンソニー・オラスクエイ。これ言いにくいな。え、あんた俺のスクール水着知らない？はい。もう、ダウンロードできないんですけど。申し訳ないです。アウト。申し訳ないです。大丈夫か？月変わったからできる。はいはい。オラスクエガ。オラスクエガ。オラのスクール水着知らない。水着って言葉知らない。しょうがないぞ、さっき。でも、すごい変わったのです。オラスクエガって。うん。でも、国籍アメリカの。ああ。あれなんですけど、まあ、もしかするとルーツは違うのかもしれないね。オラスクエガ。なんかオラスクエガってどこだろうな。南米っぽい名前ですよ、ね。そうですね。うん、南米チックスね。ですよね。かもしれないですね。ルーツはそっち。マヨルガとかそっちの名前ですか。そうですね、はい。ということで、急遽決まった試合なんですが、まあ、今朝ちょっとお尋ねしたいんですけど、ね。わしわい。よいしょ！ケンシロウ選手、モチベーション的にはどうですかね。統一戦が今度防衛戦になるじゃないですか。まあそうですね。でも、でも彼はでも今ノリに乗ってるんで。今、ジュニアフライでナンバーワンじゃないですか。うん、そうですね。ジュニアフライって昭和じゃないですか。いや、いいね。いい、いい、いい、ライトフライって言うから、ライトフライで。今、令和ですよ。もう今の通じないですよ。でも、
あったじゃないですか、ジュニアフライデー。わかりました。そうですね。具志堅さんの時はジュニアフライデー。ライドフライデー。ライドフライデー。モチベーションどうですかね。その辺は問題ないですか。多分その、まあ、今回その、まあ、延期だったんですよね。あ、中止ですか。大社内で変更です。あ、変更です。あ、変更です。じゃあ、タイトルまでやるとなると、また先になっちゃいますよね。あ、統一はまた先になるでしょうね。ですよね。うん。多分、ケンシロウ選手は、ジュニアフライブね、4団体多分まとめたいと思ってるんで、あ、そうですね、モンスターみたいにね。で、今回は、それがちょっと叶わなくて、防衛。で、逆にその後、あれなんですか、今回、何と統一しようと思ったんですか、WBO でした。ああ、WBO。もしかしたら、IBU でいいかもしれないですね、もしかしたら、今度は。ああ、まあ、でも、いずれにしろ、今回は、その、統一戦ではなくなってしまうので。ああ、それが、ちょっと、まあ、モチベーションかもしれないですけど、でも、彼にはもう、加藤取れないんで、そこは多分、もう、その、失敗はしないんじゃないかなと思いますけどね、僕は。まあ、そうですね。って、まあ、そう思います、僕は。でも、本人の気持ちがしたら、ああ、統一戦じゃなくなっちゃったっていう思いはあるかもしれないですけど、はい、うん、まあ、油断しなければっていうのはありますよね。まあ、でも、すこぶり評判いいですからね。うん、あ、相手がね。はい。急遽対戦相手変更になったっていうふうになると、まあ、一般的には、まあ、変な話ですけど、消化試合っぽくなっちゃうじゃん。そうそうですね。それが、今回なんか対戦相手、そこそこ ね、調べると評判も良くて。で、しかもその、周りが見たら消化試合って思われるってことは、逆に言うと、勝たなきゃいけない。いい試合をしなきゃいけないっていう、そうですよね。プレッシャーが。そうそうそう、はい、そこですね。逆にあえて倒しに行って倒されちゃうっていうのがあるので、で、ケンシロウ選手もそこまで、その、めちゃくちゃ打たれ強かったらするわけじゃないと思いますし、まあ、今はでも倒しに行くボクシングもね、できる。そうですね、そうですね、うん、スタイルな。ちょっと穴がないですね、ケンシロウ選手は。ないですね。本当この、まあ、その、ほら、何でしたっけ。あんた俺のスクリーンでしょ、ね。もう名前変わってやる。はい。ケイザさん、はい、水着っていう言葉一つも出てくる。オラスクイ。オラスクイが。アンソニー・オラスクイ。アンソニー選手に勝って、はい、どうなんですかね。でも、まあ、でも本当に勝ったら、まあ、ケンシロウ選手はすごい評価が高いので、まあ、油断せず勝ってば、また次につながりますし。ケイザさん、こういうモチベーションの低下みたいなのってのはやっぱ、どうですかね、どうなんでしょうね。でも少なから絶対あると思いますよ、うん。そうですね。だって人間だもの。やっぱありますよ、それは。まあ、間の人みたいな。本当だ。不意でできた。あると思います、やっぱり。はい、でも、そこをね、ちゃんと紹介してそうですね。うん、紹介してこそ、やっぱり。そうですね。チャンピオンですね。チャンピオンですね。今回、統一戦が、ね、決まってて、それで勝てば、ファンの方で、ね、ベストで入りするんじゃないかって言われてたぐらいな、ケンシロウ選手のボクシングで。そうですね、相当強いですよね。いや、今、穴ないですもんね、さっきケンシロウ選手言ってるんで、見当たらないですね。仕上がってますよね。仕上がってますよね。だからまあ、ここは、とりあえず、ね、星を落とさないっていうのを、ね、うん、絶対的なあれでやってます、ね。相手だったらもう大チャンスだから頑張りますからね、相手は。いや、これね、本当、表現、悪いかもしれないです。カラボタで2団体来たんですから。もう最高ですよ。いや、運持ってますよ。そうですね。いや、なんか、あれ、そんな人腹が出ない。いやいや、ほんと、なんか一筋縄でいかなさそうっすよね。そうですね。いや、これ逆に一筋縄でいったら、相当なもんですよ、ケンシロウ選手。あ、ケンシロウ選手ね。それこそも誰も勝てないと思いますね。そうですね。いろんな見方ができますね。そうですね。で、今回のその、オラスクエガ選手なんですけど、アマチュアの得意、アマチュアで、全米のフライ級で1位だった。へぇ、すごい。アマチュアの実績もね、結構ある選手で。相当です。評価結構高いんですよね。で、動画いろいろ見たんですけどね、なんか、目星のはなくてあれだったんですが、ただトレーナーが、今、中谷純斗選手もね、ほう。ってる、ルディ・エデナス選手が出て、次、世界タイトルはこいつだよって言ってたような選手で。結構そういうところでも将来性は買われてる選手、24歳ですね。わ、若いですね。これからですね。本当、中谷純斗選手と同年代の、それこそネクストモンスターじゃないですけどね。
ああ、すごいですね。楽しみですよね。健次郎選手も締めていかないと、そうですね、楽な試合にはならないですね。そうですね。うん。確かに。一部ではあれですよ、あの、ゴンザレスと統一戦やった方が結構イージーだったんじゃないのって言われてるぐらい。ああ、そうですね。レベルも、ね、そんなにいいですか。そりゃすごいですわ。ゴンザレス選手は、あの、前、岩田選手とやった試合でしたんで、そう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 、ね。ああ、これなら多分健次郎選手行くんじゃないかな。そうですね、そうですね。みんな思ってたところもあった。いやなんか僕ありそうな気がするな、なんか、まあ、なんかありそうですね、はい、うん、まあでもこれからすごい試合がいっぱいある中で、さっきもね K さんと話したんですけど、もうすぐね、シャフールと吉野選手の試合、はい、あ、僕これもなんかありそうな気がするんですけど、どうですか。あ、でもありそうですね、そうですね、ミサコですからね、ミサコですからね、考えてる、策は考えてると思う、ボクシング IQ ですよね、うん、どうやってます。シャフルにどれだけね、本当力のこもった真のパンチが当たるかっていうところだと思うんですが、ね、はい、まあ、そういった意味で、対戦相手はね変わってしまって当日戦ではないんですが、まあ、ボクシングの中身としては面白い内容で、ね、面白いですね、うん、相当面白いかなと思うんで、はい、ぜひ4月8日は、ね、お二方もアマゾンプライムで見ましょう。いや本当ですね、しっかりチェックしましょう。しっかりチェックしましょう、はい、楽しみですね。はい、最近配信ばっかりなんで、僕4つ5つ入っちゃって大変ですよ。こう配信ばっかりで。はい、そんな、いろいろありますが、はい、このカードはね、まだそのまま残ってると思いますので、はいはい、またこれからもね、どんどん結果検証。それでは、はい、近々また、昴生君の試合も決まりましたね。そうですね。はい、決まりました。はい、それもやりたいなと思います、はいはい。じゃあ、すいません。今日はお忙しい中。よろしくお願いします。ありがとうございました。いつも CB チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょマシェ、よいしょ、マシェ、はい、ケースから3つのお願いがあるんです。はい、1つ目はマイトさんお願いします。チャンネル登録と友達を紹介してください。お願いします。何人紹介するとケイスさんからサインがプレゼントされます。いらないです。2つ目はケイ君、そうですね、ケイさんとフレーズケイ君声ちっちゃい、声ちっちゃい。そのケイさんとフレーズケイなんで、スリービーチャンネルを応援していただけたらとケイさんが喜ぶんで、よろしくお願いします。まあいい意味ですね。で3つ目は彼女募集中です。よろしくお願いします。いやいや自分だけやる。違いますね、ちょっと。コメントをぜひお願いします。お一人一人必ず返しますので、ぜひお願いします。アンチ問わずお願いします。はい、アンチも待ってるぜ。お願いします。